亀井郵政改革担当大臣が日本郵政の斉藤社長ら新経営陣と会談し、新しい郵政事業と組織について検討を急ぐよう指示しました。新しい、ね、日本郵政を背負っていく、あれ司令塔だから。亀井大臣は先週就任した4人の副社長に対して頑張ってほしいと激励した後、今後の事業内容と現在ゆうちょ銀行など4つの会社に分かれている組織の見直しをできるだけ早く検討するよう求めました。これに対し斉藤社長は、政府との意思疎通をしっかり行いたいと答えました。天下り人事だという批判が出ていることについて斉藤社長は、私の話ではなく任命した政府と野党との話だと述べるにとどまりました。